この動画では腰痛を治しつつお腹をへこませさらにヒップアップまでできる激戦エクササイズを3つお伝えしていきます。この動画を最後まで見ていただけますと無駄な時間や労力を使わずに最短であなたの理想の体を手に入れることができますのでぜひ最後まで動画をご覧ください。どうも整体院リプラ水野です。今回は冒頭にもお伝えした通りですね、腰痛を治しながらさらに出っ張ったお腹ですね、ポッコリお腹あるいはたるんだお尻をヒップアップしていくような魔法のエクササイズを激戦3つですねお伝えしていきたいと思います。で今回のエクササイズにつきましては基本的には反り腰の方、反り腰で腰痛に悩んでいる方やボディラインの崩れがある方により効果的にやっていただけるエクササイズになります。まあ、反り腰以外の方がやっていただいても全く問題ないエクササイズにはなるんですけども、まあ、反り腰で悩まれている方の方がより効果が出やすいと思いますので反り腰で腰痛あるいはポッコリお腹あるいはヒップラインが落ちてきているそんな方はですねぜひ最後まで動画を見ていただいてこの3つのエクササイズをマスターしてみてください。ではまずエクササイズに移る前にですね、反り腰で腰痛になられている方ですとか、お腹がポコって出ている方ですとか、ヒップアップラインが落ちている方ってどういうことが起きているのかっていう体の構造ですね、を知っておいていただいた方が、エクササイズの意味が分かりやすいと思いますので、まずそこを説明していきたいと思います。で今ここに、コツ、標本あるんですけども、ちょっとこれで説明していきます。で反り腰で腰痛になられている方の基本的なパターンとしてはですね、これいつもよく言うんですけど、この骨盤自体が前を向いてしまっているせいでこの腰が反ってしまっている状態が反り腰と言われています。で見た目上の姿勢はそうなんですけどじゃあ筋肉ってどういうことが起きているのかっていうのをですねなかなかお伝えしていることって、ね、少ないと思うんでちょっとここでしっかり理解しておいてください。反り腰の方ってですねこの骨盤が前を向いてしまっていることで腰の後ろ側ですねこの後ろ側の筋肉とこの骨盤の前側から太ももあるいは股関節の前につくような筋肉ですねこういった筋肉が硬くなってます。で硬くっていうのも短くなって硬くなってます。要はこっちの腰の筋肉と太もも前要は股関節の前の筋肉がこう引っ張ってるわけですね。こう引っ張ってしまうせいで骨盤が前に向いてしまいます。あるいは骨盤が前に向いた状態で固定されているせいでこの後ろですね腰の後ろと股関節太ももの前の筋肉自体が短くなった状態で常に立たれたり座れたりしている状態なのでこちらの筋肉っていうのが縮まって伸びにくくなっています。で反対にですね骨盤を後ろに引っ張るような筋肉がどうなっているかっていうとですね骨盤を後ろに引っ張るような筋肉っていうのは基本的には伸びてしまってます。じゃあその筋肉がどこなのかっていうとこの骨盤の前から大体みぞおちぐらいにつくようなこの前につくお腹の筋肉あるいはお尻の後ろ側にある筋肉ですねあるいは太ももの後ろの筋肉っていうのは常に引き伸ばされた状態で固まってしまっています。でここまで聞くと察しのいい方はお分かりかなと思うんですけど要はお腹側の筋肉とお尻側の筋肉っていうのは伸びきってしまってうまく使えない状態なんですね。なのでこのお腹側の筋肉、特にインナーマッスルですけどねお腹の中の方の筋肉うまく使えないことでお腹が出て見えてしまったりですとかあるいはこのインナーマッスルっていうのはですね内臓を外から持ち上げる機能もありますんでここを弱ってしまうことで内臓が少し下がってしまってお腹がぽっこり見えるというようなことも起こります。いわゆる内臓下垂っていうような症状が起きてしまうということですね。で次にこの伸びきってしまったお尻から太ももの筋肉っていうのも伸びてしまってうまく力が入らない要は縮めれない状態なのでお尻が下がって見えたり太ももがだらんとこう垂れ下がったような状態で見えるということですね。なので反り腰で腰痛の方っていうのはこういった筋肉のアンバランスが起きてしまっています。なのでこれからご紹介するエクササイズっていうのはこの腹筋側のインナーマッスルとあるいは太ももの後ろ側の筋肉をしっかり使って反り腰を直していきながら
この出っ張ってしまったお腹、垂れてしまったお尻っていうのを改善していくようなエクササイズになります。この素粒子の方々に起きている筋肉のアンバランスっていうのをしっかり理解した上で、じゃあエクササイズに移っていきましょう。はい、ではエクササイズに移るんですけども、エクササイズは基本的には簡単なものから徐々に難しくしていきますので、まずはレベル1から簡単な方からやり始めていただいて、最終的には全部できるようにしてみてください。でまず一つ目のエクササイズは、ベッドや床の上に膝を立てた状態で寝転んでみてください。で寝転んだらですね、ここからよくあるお尻を上げていくんですけど、ここで一つだけ意識していただきたいことがあります。それはお尻を少しずつ持ち上げるということですね。イメージとしては1ミリずつ1ミリずつベッドから離していくようなイメージでお尻を上げていきます。で下ろすときは背中側の背骨を一つずつ一つずつベッドに戻していくようなイメージで、ちょっとずつ下ろしていきます。こんな感じですね。でやっていただくと分かると思うんですけど、足に力が入るっていうよりはお尻と腹筋に結構力が入ってる感じが分かるかなと思います。もう一度いきますね、はい、お尻の下の方から少しずつ少しずつベッドから離していって、おへそ付近まで上げたら一回止まります。そのまま背骨を一本ずつ一本ずつベッドにくっつけていきます。この要領で10回を3セットやってみましょう。で今回は1セットだけ一緒にやっていきましょう。ではいきます。はい、結構です。この要領ですね、1日3セットまずやってみてください。はい、では2つ目のエクササイズに移るんですけども、2つ目のエクササイズは先ほど説明した硬くなったこの股関節や太ももの前の筋肉、あるいは腰の筋肉を伸ばしながら普段使ってないお腹、お尻の筋肉を使っていくようなエクササイズになります。ではまず床やベッドの上に膝立ちの状態になります。この状態でですね、伸ばす側の足を少し後ろに引いて立ちます。このままですね、軽く膝を曲げながら少し下に沈み込みます。でここからが重要なポイントです。今ですね、骨盤は少し前を向いた状態だと思いますので、この骨盤を少し後ろに起こしていきます。この時にお尻をグッと締めて腹筋に軽く力が入る感覚があると思います。そうするとこの太ももの前の筋肉がピンと張った感じが出てくると思いますので、この状態で 2,30 秒キープします。もう一回いきますね。片膝立ちの状態で
軽く前に沈んで、前に倒れた骨盤をお尻と腹筋の力でぐっ後ろに起こします。きついっていう方はなんか前に物を持ったりしてもらって結構なので、分かりにくい方はこの骨盤を掴んだ状態で骨盤を後ろに倒してみましょう。ではこのまま30秒止めてみます。では行きます。はい、結構です。でよくやるストレッチの中でこういうストレッチあるんですけど、この時に絶対にやってはいけないのが無理に腰を反らすことですね。腰を反らす必要は全然ないので、軽く沈んで骨盤をしっかり起こす、はい、これだけ意識してみてください。では反対も同じようにやっていきますね。復習がてらやってみましょう。伸ばす側の足が後ろで、少し前に沈んで、前に倒れた骨盤をお尻を締めて、腹筋に少し力を入れて骨盤を起こします。ではこのまま30秒また伸ばしていきましょう。いきます。はい、結構です。はい、では最後3つ目になります。で3つ目は反り腰が一番起こりやすい立った状態で行うエクササイズになります。でですね、まず立った状態でですね、ご自身の骨盤ふっとこう掴んでみてみましょう。反り腰の方っていうのは立った状態の時もこの骨盤が前に向いてしまっていて、お腹、お尻が使えない状態です。なのでこの状態からですね、足ですね、肩幅ぐらいに開いていただいて、ご自身の恥骨分かりますかね、この骨盤の一番付け根、まあ、足の付け根、あるいはお尻の穴でも結構ですぐらいを意識していただいて、今の恥骨の場所ですね、今下向いてると思うんですけど、これを前にぐーっと向けていきます。あるいは上にこう持ち上げるイメージです。あるいはもう少し分かりやすく言うと、おへそが反ってる方っていうのはおへそが下に向いていますので、このおへそを正面から上にグッと向けるつもりです。もう極端にやってもらって結構です。グッ、そうすると骨盤が後ろにグーッと倒れてきますんで、はい、この状態で少しキープします。でゆっくり戻す。これに関しては5秒ぐらいキープするのを3セットやってみましょう。なのでまずこれを10回ですね、一緒にやってみましょう。ではいきます。肩幅開いて骨盤に手を当てていただいて、恥骨を上にグーッと持ち上げながら骨盤を後ろに倒していきます。で5秒キープします。1、2、3、4、5。で戻すときも一気に戻すんじゃなくてゆっくり戻していきます。じゃあ2回目いきます。はい、後ろに倒して 1、2、3、4、5。 はい、ゆっくり戻します。3回目、 1、2、3、4、5。 はい、戻します。4回目、4、5。はい、力。はい、5回目、1、2、3、4、5。はい、戻します。はい、7回目、1、2、3、
4、5、はい、ゆっくり戻します。はい、8回目、1、2、3、4、5、はい、9回目、1、2、3、4、5、はい、ブリッジ。はい、最後いきます。はい、骨盤後ろに倒して1、2、3、4、5、はい、結構です。で、これやるとですね、こう倒した時にちょっと猫背になる感じがすると思うんですけど、それは気にせずに、まずは思い切って振り切ってグッと丸まるようにしてみてください。では今回は反り腰の腰痛を治しながら、ぽっこりお腹、さらに垂れ下がったお尻をヒップアップしていくエクササイズ、激戦3つですね、お伝えしてきました。どうしても長年反り腰の方っていうのは、なかなかこの腰周り、先ほど言ったですね、腰の後ろや太ももの前っていうのがガチガチですぐにはできないことがあると思うんですけど、繰り返しやってみてください。絶対に効果が出てくるので諦めずに継続してみてください。特にですね、女性の方っていうのは、反り腰が多いっていうこともあるんですけど、その反り腰のせいでボディラインっていうのが崩れてしまって、お悩みの方っていうのが非常に頭位も多いです。痛みが解消していくことももちろんなんですけども、そういったやっぱ見た目上の問題っていうのが解消していくことで、かなり精神的にも、心にもですね、余裕ができてきて、新しいことにもどんどんこうチャレンジしていく方も多いですので、ぜひですね、この痛みを治すだけではなくて、この見た目上の問題も治していく、あるいはご自身の理想に近づけていくってことも大切だと思いますので、ぜひあなたの人生にご活用いただけたら幸いです。この動画がためになったあなたは、今後の動画作成の励みになりますので、ぜひ高評価、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。またご質問等ございましたら、コメント欄でも結構ですし、概要欄の方にございます LINE を登録していただき、メッセージを直接いただいても結構です。